今日は最後に本当に皆さんにお礼を申し上げたくだけここに来ました。ありがとうございました。そうですね、もう本当にこの「エヴァンゲリオン」から「シン・エヴァンゲリオン」になってきて、ここまで到達して、それをなんかこう皆さんが本当にいろいろ感じて楽しんでくれて見てくれてることがこんなにもなんか嬉しいっていうのがね、その感謝の言葉を自分は本当にね、監督でもなければあれなんですよ、一役者なんですけども、その一役者がなんかこういうのを伝えたいっていう、本当にそんな自然な気持ちになる作品って本当にこの作品しかないような気がします。唯一無二だと思うので、まあ皆さんは、まあ自分自身が、もう自分はここで一旦、まあちょっとこうね、終わりを迎えようかなと思ってるんですが、その先の皆さんはもうさらに楽しんだり、いろいろ研究したり、エヴァンゲリオンについて、歴史も研究したり、そういうことをとことんやって、まあそうですね、そういう部分で卒業、そういう卒業も、そういう卒業する生き様も、自分自身も側として、まあ、なんか見届けたいなと、皆さんのそういう感じも見届けたいなと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて山口さん、お願いいたします。はい、本当に公開からこの数ヶ月、自分も皆さんと一緒に一観客となって、私6回劇場に見に行っておりまして、まだもう絶対10回見ようと思ってるので、もうちょっと行きますが、なんていうんですか、その興行成績だとか、いろんなそのニュースになるたびに、本当に一緒に感激してる皆さんと本当に同じような気持ちになってるということをすごく感じて、なんかコロナ禍で日本中の人たちとこんなに何回も感動するって、すごい作品って、また庵野さんすごいとか思っちゃったり、そして私はもう、まあ当然そうなると信じてますが、日本の公開は終わりますが、コロナが終わったらいよいよ世界にこの「エヴァンゲリオン」が公開されると、またその度にここにいる皆さん、もうエヴァファンの皆さんと一緒に、その度にわーってすごい感動をもらえると思います。なんかまだまだその本当すごい大作で、なんと、なんかもうごめんなさい。まあ本当、まあね、海外でそんな、もしね、これからバンって公開されるなら、私たち行ってもいいですよね。すいません。 はい、そんな感じでこれからも一緒に応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて三石さん、お願いいたします。はい、まあ、映画の公開の時期とちょっと世間的に厳しい状況と重なってしまった中でも、こうして劇場に足を運んで作品を見てくださっているお客様たちに本当に心から感謝します。ありがとうございます。そしてこの作品にの中の葛城美里という役として、いろいろこうのたうち回ったり、喜んだり泣いたり叫んだりした時間が今とっても愛おしく思ってます。ファイナルなんですけれども、本当に監督はじめスタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。終わってしまいますが、これからいろいろね、みんなで考察したりとか、海外の人と、あ、
絵は知ってるよ好きだよなんてお友達になれちゃったりとか、あのそういうなんですワールドワイドな作品だと思うので本当に楽しかったです。ありがとうございました。打ち上げパリにでも行きたいななんて。行きたいです、はい、夢を見ています。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。では続いて尾形さんお願いいたします。はい、まず、何をかちょっと考えてなかったんですけど、役者というのは、まあ、努力をするのは当たり前ですが、運がなければ絶対に役者として生きていくことはできないというふうに思っています。そういう意味で私たちはというか私は本当にありえない運をいただいてここまで来ることができたのはエヴァンゲリオンのおかげだと本当に思いますし、このエヴァンゲリオンという運とご縁に会えたことを本当に心から感謝しています。この26年はそのまま自分自身の26年でありますけども、その時々にこうエヴァのいろいろなエヴァンゲリオンを作るたびに、それを見た時の皆さんの心の中にその時に芽生えた気持ちとか、そういうことも同じようにきっと私たちとちょっと角度は違うかもしれないけど同じような形で皆さんの26年とともにあったと信じていますし、もちろん新しくファンになってくださった方々もそれを振り返っていただき、今いろいろ思っていることもあられると思います。そういう気持ちを皆さんと共有できたことは本当に幸せでした。でこれはきっとでもなくなるものでもなく、今更ですが新エヴァンゲリオンの最後にはリピートマークがついておりますので、何度も繰り返して見ていただくことの中でまたご自身のその時の記憶と向き合って新しい発見があられるんだと思いますし、私自身もこれからずっとそうなんだろうなと思います。この先また真珠に会えるのか会えないのかは分かりませんが、いつ呼んでいただいても14歳に戻れるように、そういう自分でいられるようにこれからもできる限りは努力をしていきたいと思います。またいろいろな形でこの作品として、また別の作品として皆さんの心に一緒に会って、私たちのこの26年のどこかの片鱗でも構わないので、一緒にこれからも皆さんと一緒に生き続けさせていただけたらと思います。まずは本当に作ってくださったあのさんはじめ、すべてのクリエイタースタッフの皆さん、キャストの皆さん、そしてずっと見てくださった何よりもお客様に心から感謝します。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に庵野総監督お願いいたします。今日は最後に本当に皆さんにお礼を申し上げたくだけここに来ました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当はいろいろ言おうと思ったんですけど、はい、いやもうこれしか出てこないです、うん、すいません。いやでも